イカツチ、まさか精霊の力。兄さん、今や私はイカツチの恩恵を賜っている。その身を雷帝に焼かれたくなければすぐに引け。ふざけるな。ここから逃がすとでも思っているのか。そうだ、財運のアルゴノト。王女様を連れ去ったくせに。兵を退ける力を手に入れても敵の数は膨大。情報を操作されている民衆もあなたへの認識を覆さない。どうするの、アルゴノート。聞いてくれ、王都にいるすべての者よ。私がここに来たのは罪の潔白を証明するためだ。アルゴノートの声はよく通った。国一番の鎧をまとったアルゴノートの外見は真実、英雄のように見えた。背筋を伸ばし、偽りの王者の威風をまとう彼に、誰もが目と時を奪われた。王女を連れ去ったのは私ではない。犯人は別にいる。じゃあ誰が犯人だって言うんだ。ミノタウロス。あ？恐ろしい牛人の魔物が姫をさらってしまったのだ。私は姫を助けるため先ほどまでずっと戦っていた。言うにこと書いて魔物が王女をさらっただと。バカも休み。人を喰らう魔物がそんなことをするわけなかろう。くだらない虚言を浪しよって。いいえ、事実です。証拠に私は遺品と遺言を預かっている。遺品、遺言。民よ見よ、これが証拠だ。俺は血濡れの大兜。まさか。そう、これはミノス将軍の兜。遺品となってしまった彼の装備だ。私はあなたたちに告げなければならない。ミノス将軍は死んだ。偽物だ。将軍の兜であるわけ。兜に刻まれているこのイカズチの紋章が見えないのか。これこそ他ならないイカズチ公の武具であることの証左。もしかして。重厚な鎧にイカズチの紋章の兜、巻きついた鎖、それに巨大な旋風。もしかしてあれが。危機死に勝る大将軍、赤き雷鳴を轟かす雷鳴公。兜を壊し、アギトを開き、人肉をその口に。
あの時の兜を？城の武器庫に行ったのも回収された兜を探し出すためか。ミノタウロスに敗れ、私の前でミノス将軍は息絶えたのだ。最後まで姫を守ろうとしたがために。でたらめだ。ミノス将軍が死んだなどと、全てが虚言。ならば王よ、ミノス将軍をお呼びください。虚言を連ねる不届き者を捕らえよと、楽園の猛将をここに。どうしたのですか？なぜ呼ばれないのです？何をためらわれているのか？王都を守り続けてきた強来の将ならば、何をしていようと、どんなところにいようと駆けつけてくるはず。そうだ王様、ミノス将軍を呼んでください。早くあの罪人を捕まえて。何をしてるんですか？どうして呼ばれないのです？もしかしてやっぱり本当に将軍は。呼べるはずがない。最初からミノスなどという将軍はこの世に存在しないのだから。全てが化け物が被っていた醜き仮面、明かしたら最後この王と、ひいては王の破滅が待っている。わかります、わかりますとも王、失われた中心の存在をひた隠そうとする御身の心中、民を不安にさせまいとするあなたの思い、そのお心は正しく王の在り方です。なんて白々しい、我が兄ながら。しかしなんて痛快だ。もはやここは彼の一人舞台だって。見ろ、王は立ち尽くし、兵士はうろたえ、民衆さえ今や彼の一言一句に翻弄される。筋書きを書き換えた。陰惨な王の計画から自分の物語に。都の全ての人間が集うこの場所を利用することで、これがアルゴノートの本領。死ね、どけ。今ちょうどいいところなんだ。だからおとなしくしてようぜな。貴様、本当にミノス将軍が死んだなんて。どう知るな民よ、将軍の意志を継ぐ者はここにいる。将軍は言ったのだ、死を見取った私に姫を助けろと。私こそ将軍の後継者。嘘八百、身の程知らずの虚言妄言公言、ここまで来るとすがすがしいけれど、王は止められない、彼の独断上を。多くは語るまい。だがこの身にまといし雷こそ将軍の意志の証。偉大なる雷公の権能は私に受け継がれたのだ。よく抜かず。たわごともたわごとよ。どうせ行き当たりばったりの後付けだろうに。でもみんなの耳には。ミノス将軍の後継者、本当に。見て、あの雷、本物の雷公みたい。
上に約束しろ。この私がアリアドネ王女を救い出してみせると。英雄に死、綴られるのは一人の男の奇跡。愚かな一人の男が人に騙され、王に利用され、多くの者たちの思惑に振り回される滑稽な物語。友の知恵を借り、精霊から武器を授かって、なし崩し的に姫を助け出してしまうようなとびっきりの喜劇。悲劇も惨劇もいらない。あるのは喜劇だけで十分だ。アルゴノート、あなたはこの国の負の連鎖をすべて喜劇に変えようというの？これは悪しき猛牛王ミノタウルスを倒すだけの物語。そうだ、たった一匹の魔物を倒すだけだが、この一歩をもって人類は前進する。どうか約束してほしい。この偉業が果たされた時、皆の手で神話を紡ぐと。嘆きと絶望の時代は終わった。これより始まるは英雄の時代。人類反撃の呪しを上げるその時だ。私は今より英雄たちの船になろう。だからどうか、どうか私の後についてくれ、勇者たちよ。約束しよう。必ずや貴様の後に続くと。英雄の灯火は途絶えさせると。我が誇りに誓おう。弱者が挙げた方向を今も眠る強者に聞かせると。この名にかけて果たしましょう。あなたの物語を必ずや世界の果てまで届けると。よろしい、ならば神々よ、ご昇覧あれ。この時をもって新たな時代を切り開く。私がアルゴノートだ。この日、この時、この場所で、私は確かに天井からの声を聞いた。それは加賀大将の声。腹を押さえ、転げ回る、神の笑い声。天の支配者は、その男の宣戦布告に対し告げたのだ。やってみるがいいと。道化の答えは一つだけ。だから、さあ。喜劇を始めましょう。